こんにちは、赤ちゃんです。今日はディズニーに来たんですけど、ディズニーのお土産10分間買い放題したいと思います。今日はお客さんも多いので、ディズニーで買ってる場所は見せれないんですけど、これからディズニーに行くので、たくさんお土産を買いまくって紹介したいと思います。それでは行ってきます。家に帰ってきました。日にちがかなり経っちゃいました。またしても結構皆さんもお待たせしちゃってるみたいで、本当にすみませんでした。春休みストックがたくさんありすぎて、出していく順番が難しくて、こういう順番になっちゃいました。ごめんなさい。っていう感じで、ちょっと僕も全然覚えてないです。10分間買い放題って結構バーって買っちゃうので、何を買ったかっていうのはその時にあんまり記憶に残んないんですけど、さらに日にちも空いちゃってるので忘れちゃいました。でもなんか少しでも気になるものはたくさん買ってきたので紹介したいと思います。それでは一つずつ紹介していきます。まずは一番上にあったこちらです。じゃじゃん、バーン、食パンかなのクッションです。でね、今気づきました。多分僕これミッキーを見て買ったのかな。裏はドナルドでした。だからリバーシブルめっちゃ良くない？すごいね。なんかこうやって見るとミッキーの形にくり抜かれてるっぽいけど、ひっくり返すとちゃんとドナルドの形にもくり抜かれてるみたいになって、なんかすごいですね。かわいい。その時の気分によってリバーシブルにできるのはいいですね。ふかふかでいいですね。それでは続いて、あんまり見ると面白くないから、これじゃじゃーん、お、コップ。あー、最近ディズニーのコップね、アリエルのコップ割れちゃったからさ、これはちょうどいい。じゃじゃーん、大きいコップです。たくさん入ります。あ、価格言っていかないと。価格は1000円です。さっきのは、これは2500円です。こっちは1000円。可愛くない？めっちゃ可愛すぎて思わず買っちゃったんだと思います。黄色が好きだから。そしていいね、この大きさの、こんな大きいコップ持ってなかったので、これはすごく嬉しいです。それでは続いてこちら、おお、じゃじゃーん。待って、これなんだろう。アリエルの1600円です。ちょっと見てみましょう。これは何？じゃじゃん。待って、これは、あれだ。机とかのホコリをこうやって取るんだね。スッて。だよね。モップって書いてある。ホコリを取るときは空拭き。しつこい汚れは水で濡らして。これで、こうやって汚れを取るというものですね。まあ、なんか、僕多分知らずに買っちゃってますね、これは。アリエルが好きなので買ったんだと思います。持ち手がね、超可愛い。貝殻とか人手とかついてて、可愛いですね。でもこれはもう実用性抜群なので、よかったです。続いて、結構まだまだ重たいですね。なんだろう？何がこんな重たいんだろう？お、これかな？あ、重た！めっちゃ重た！こちら、じゃじゃん！覚えてる？これなんか買ったの。はい。これは、皆さん何かわかりますか？これをつけると、サリーです。これも可愛い。金額は1900円です。すご！レンジ、オーブン、食洗機、OK です。これは万能ですね。ここのね、角の部分をこう持ち上げると、こんな感じで、結構たくさん入りますね。ほら。なんで、青色ってね、実は食欲があんまり湧かないものなんですよね。青色って。まあ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 、デザインが可愛いから。蓋付きだからね、どういう使い方がいいんだろう、これは。今ので結構軽くなりましたね。じゃあ、一番大きいのでも行ってみますか。一番大きそうなのが、これかな。じゃじゃん、うわ、これすごく覚えてる。はい、ミッキー。ミッキーシェイプの泡が出るビオレ U 泡ハンドソープ。あー、でもこれ注意しないといけないのが、他のものを入れると泡にならないとか、ポンプが押せなくなりますって書いてありますね。35周年のデザインになってますね。パッケージもすごく華やかです。じゃじゃーん、はい、こんな感じで、ポンプ部分がミッキーになってます、ここ。後ろがね、こういう穴が3つ開いてるんですよ。大きい穴、ちっちゃい穴、ちっちゃい穴ってね。僕ね、よく手を洗うので、これはすごくいいかも。あや、失敗してる。はい、ミッキー。どうですか？ミッキーの泡、これめっちゃ可愛いじゃん。いや、いいですね。うん、いい香り。詰め替えがね、大切だから、どこにでも売ってるといいんですけど。パーク内にね、ミッキーの形の泡が出るところあるんですけど、お家でもね、ミッキーの泡が出るってなんか可愛くて、ついつい手洗いちゃった
くなっちゃいますね。それでは、まだまだあります。いや、これいいお買い物だった。急いで買った割にね。まだまだたくさんありますね。こちら、じゃじゃん。日焼け止め。あー、ちょうど欲しいと思ってた日焼け止め。かわいい。日焼け止めってさ、やっぱ消耗品だからさ、こんなデザインにこだわんないじゃん。だけどね、こんなかわいい日焼け止めあったら、バッグに入ってたらめっちゃいいよね。だからね、詰め替えもできたら最高だな。できないよね、詰め替えは。使い切りタイプだけど、でもかわいいです。サイズがすればちっちゃいので、これ、やっぱバッグに入れるようです。金額が950円です。これ言ってなかったね。これが1200円です、これ。さあ、まだまだあります。続いてこちら。え？やばい、やばいやばいやばい、爆発してる。自分で好きなチョコレートを詰めるやつですね。これは確か、お土産のために買ったはずなんですけど、爆発しちゃってました。多分こうやってリボンついてたんだと思います。うわーお。ちゃんとね、個数決まってるんですけど、結構パンパンみたいで、飛び出ちゃってますね。ドナルドの家族です。かわいい。ちょっと一個食べよう。ちょっと何の味買ったか覚えてないんですけど、僕が好きそうなやつたくさん買ってきました。これパチパチっぽくない？なんとなく。絶対パチパチするでしょ。美味しそうだよ。いただきます。パチパチしてます。美味しい。ホワイトチョコですね。時間短かったんですけど、思い出した。バーっていろいろ詰めてました。そんな懐かしいね。それでは、残りも少ないです。最後の1個はね、ちょっとめっちゃいいやつだからお楽しみにしててください。じゃじゃん。かわいいハンカチを買いました。僕結構ドナルドも好きなんです。金額は800円です。これいくらだったんだろう？これなんか詰めれる数とか決まってるんですよね。いくらか忘れちゃいました。ごめんなさい。ドナルドのミニタオル。はい。ドナルドと、こっちは色が反転してますね。かわいいです。僕、普段、ハンカチをね、持ち歩いてないんですよ。実は。だから、これを機にね、持ち歩きます、このハンカチは常に。可愛いとついつい持ち歩きたくなっちゃうじゃん。持ち歩くようにします。こういう折り込み方をしないとドナルドが出てこないので、なんかいい畳み方ないかな。こんな感じで畳もうかな。可愛いです。これはね、持ち歩きます。それではラスト、めっちゃ可愛いですよ。いきます。こちら、じゃじゃーん。チップとデールのナッツのケース、すごい普通に使えるんですけど、中にお菓子が入ってます。金額は900円です。こちらはケース目当てで買いました。中に入ってるお菓子は、可愛いね。チップとデールの何か入ってます。飴ちゃんかな？なんか、ピーナッツっぽいですね。ピーナッツなのかな？コーヒーの飴でした。隠れミッキー発見！ピーナッツの裏に隠れミッキーがいました。かわいい。これね、なんだろう。シリコンっていうか、そういう感じの素材なんですよ。で、チャックもしっかりしてて、なんか、入れてこうやってここに、ちょっとこれ自体がチェーンじゃなくて、カチって止めれないんですけど、ここに何かを通せばぶら下げることできるので、なんか、カバンとかにぶら下げといてもかわいいですね。何入れるのがいいんだろう。また隠れミッキー発見。ほら、隠れミッキーがいます。これへこんでて、これ飛び出てます。目当てで買ったんですけど、めっちゃ可愛いですね。それでおしまいです。どれもとても使えるグッズがたくさんあって、すごくいいお買い物ができました。皆さんも中で気になるお土産ありましたか？今回やっぱ一番良かったのは、ミッキーの泡のハンドソープがね、お家でできるのがね、一番良かったです。そして続いて良かったのが、やっぱり最後に紹介したケースを目当てに買ったんですけど、これがめっちゃ可愛くて、もう早くバッグにつけたいです。この2つが一番良かったかなって思います。過去にディズニーの購入品紹介もやってるので、そちらはディズニーシーに行きました。そちらは概要欄と動画の最後に貼っておくので、ぜひ見てみてください。そしてディズニーの企画もたくさんやってるので、再生リスト作んないとね、再生リスト作っておきますので、よければぜひ再生リストからいろんな動画見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。